それじゃあカウントいきます。 5!4!3!2! おめえはあっちだろうが。優しいのね。 1!GO! いっぱいじゃねえか。俺が。なあ信彦、お前京都にどんな作戦考えてたんだ。作戦というほどのものじゃない。プロジェクト D の8200はよほど自分のマシンコントロールに自信を持ってるんだ。必要以上に振り回しすぎる嫌いな。うまいことはうまいんだが効率が悪い部分だ。後ろにいた方が相手をじっくり見れるし、死ぬ時に優位が立てる。なのに京子は先行を選んだの。小細工なしで真正面からぶつかりたい。それはそれで京子らしい。なんだかんだ言って京子はモチベーションで走る感覚家だから。あとは D のドライバーどのくらいクレバーなのかがポイントだ。気づくのが遅ければ京子にチャンスはある。この女うまい。うまいけどなんでだ。俺が苦戦させられるほどの相手なのか。王道塾にだって勝ってるんだ。わけがわかんねえ。俺がよっぽど乗れてないのか、それともセッティングの失敗か。焦るな、カッカするな、とにかくクールになれ。まだ始まったばっかりじゃねえか。レースが転送されてる。東横線を選んだのはケイスケレベルアップのためってこういうことなのか。なあ、リョウスケ、レッドサンズとして遠征をやったつもりで発電力がパワーアップしてるんで、マスコンワークが何倍もナーバスに。東横線は前線でアップダウンが続くので、マスコンワークのトレーニングが格好のステージなんだ。8200の実行は止まったし、理想はそれを倍の10の地くらいにコントロールする。このっちのマスコンを10の地で使い分けるのか。知ってる意味じゃもう一つわからない。2000みたいにマスコンを乗せ替えればいいんじゃない。両口には言うんじゃないぜ。クソッとね、何が難しいって。テンション上げて前の車を追おうとすればするほど逆に立候補を我慢しなきゃいけないっていうこのちぐはぐさが俺は辛いところだ。不思議な感じだ。前を走るあいつにいつの間にか引っ張られて、思い通りに乗れてない割にこうしてついていけてるのは、あいつが理想的なペースメーカーになってくれているからだ。今は我慢してついていく。闇雲に攻めるだけがノーじゃねえってことだろうか。だけチャンス見つけねえとな。なんだろうな、直感だと。あの8200なんか違うぞ。一見互角のばかりに見えなくもないが、そうじゃない。俺には分かんない。結構よくやってるが、レールファイトやるには線の細い走りだぞ。所詮女には本当のタイプは無理。俺しかいねえだろ。あいつらを止めるのは。そうか、分かった。京子にとっては有利なのだ。プロジェクト D の8200は相当慌ててる頃だった。熱くなればなるほど車輪に負担がかかる。長引けばそれだけこっちが有利になるんだ。面白かった。もし勝ったら最大の功労者はお前だろうな。ホッド京子の 515R のチューニングメニュー考えてんのは全部お前なんだからな。それは違う。まさか京子が先行でこれほどいい走りができる、全く予想外だ。対戦相手のドライバー特別な感情を抱いていることが今日集中力を高めている。ハイレベルなバトルになればなるほど俺の話、心と心で通じ合う何かがあるんだ。誰にも邪魔できない二人だけの世界だからな。ちょっと今の許せ。まさかそこまで。
フェイントで地平線に飛び込んだが、まさか被るとは思わなかった。引っ張られていくうちにリズムがシンクロしてきてるんだ。変な感じだぜ。いつものバトルと何か違う。この不思議な居心地の良さって何なんだろうな。すごい。後ろからのプレッシャーがどんどんきつくなってくる。こんなに近づいてギリギリのペースで走ってるのに怖いとウキウキするのはなぜ。楽しいよ。終わりたくない。どこまでこのまま走り続けたい気分。わかったぞ兄貴。腐女子の弱点、情けねえ。バカすぎだぜ。なんでもっと早く気がつかなかったんだ。女は男と比べて体重は大体軽い。重量が軽いことは相手はアドバンテージだ。ハイパワー車ではその軽さがアダになるんだ。すごいことになってる。どうしちゃったの？私もうゴールは近い。このまま行けば2本目に入れる。死にこいダーリン、もっともっと高く飛ぼうよ。ダーリン、軽い車体は軸重が小さく粘着力不足を招きやすい。ましてやジャンプしちまえば鉄鋼も制動もできない。全くの無防備になるんだ。おいしさないで。終わりたくない。もっと続けたい。こんな気持ちになったこと今まで一度もないの。他にどうしていいか分かんない。諦められない。これくらいのことでへこたれない。私諦めないから。すげえな、攻め込んでる。二変性ともね、母線系を限界まで持ってくのは腕がいるからな。これほど見栄えのするバトルもめったにないよな。あの工芸品みたいなステンレスのボディがホームギリギリをかすめていくのを見るだけドキドキするよ。こうして見てると母船系って車はつくづくかっこいいと俺は思う。あれほど綺麗で存在感あっておまけに都会に入る車はお金は絶対にないよ。だらだら付き合っちゃいられねえ。やだ、行かないで。もっと続けたいよ。終わりたくないの。ただよ、俺も先に行くぜ。ダーリン、行かないで。ダーリン、200だ。プロジェクト D の勝ちだ。あれ、母船系は？おい、京子。515R はどうしたんだ？それが大観山を過ぎたあたりで突然消えちまった。なんだって？わあ、びっくりした。うっかり地下深線に飛び込んで新渋谷駅地下ホームに行っちゃった。